相変わらずの悪巧みか。その声は最高の眺めだ。ダザイ。うわ、最悪。全然変わらないね、チュウヤ。どういう意味だ。その恥ずかしい帽子はどこで買うの。いい年こいてまだ自殺がどうとか言ってんだろ。うん、それを通り越して少し怪しいぜ。血の芥川は騙せても俺は騙せねえ。そんなクズなら俺がとっくに殺してる。何しに来たの。嫌がらせだよ。俺と戦え、ダザイ。腹の計画ごと叩き潰してやる。チュウヤ、いつでも逃げられたってか。いい展開になってきたじゃねえか。